土葬土葬は、遺体をそのまま埋葬することである。人が死ぬといろいろな事情から遺体を見えなくする、葬るという行為を行う。石器時代から人の死に際して、葬が発見されているが、その一つに土に穴を掘って埋める埋葬がある。そのうち遺体そのままに埋めるのが土葬である。最も古いものは、ネアンデルタール人によるものが知られる。キリスト教、イスラム教。 儒教など仮想に対して否定的な宗教も多く、宗教的な理由から土葬されることも多い。日本書紀大化2年3月上、646年における、通称、大化白壮令。日本書紀では、壮は倉、隠すなり、人の見ることどくざらんことを欲すという、来期まゆみ上に基づく、三国記書、文定期、紀発3年、222年上の記述を、 引用している。江戸時代においては、儒教の普及により、諸藩において、大名の葬儀を仮葬から土葬に変える藩も見られた。明治政府は、仏教での双方としての仮葬に反対した、新党派の主張を受け入れ、1873年、明治6年7月18日大乗官府国による仮葬禁止令を出したが、仏教との反発が強く、 また衛生面からも仮想が好ましいとの意見もあり、さらに都市部での土葬スペース不足という現実には逆らえず、約2年後の1875年、明治8年5月23日に仮想禁止令を解除した。それでも昭和初期の頃まで土葬は仮葬場が現在のようにまだ整備されていなかったこともあり、一般的に行われていた埋葬形態だった。 葬儀が終わって、棺を閉めると、組内の者が墓場まで担ぎ、墓穴に埋葬した葬式組。具体的な方法や風習などは、地方によって様々である。関桶の形態は様々で、文字通り、桶に入れる地方もあれば、平棺、長方形の棺に入れる地方もある。また、棺のことを、岩箱と呼ぶところもある。 看護家の担ぎ手になるものはあらかじめ決められているが、地域によっては身内に妊婦がいるものは、生まれてくる子に縁起が悪いと言われ、役を免除されることもあった。栓巻きと言われる風習もあり、庭や墓穴にお金を巻くこともあった。遺体の入れ方は、膝を抱えるように入れる、普通の埋葬法だけではなく、頭を下にしたり、骨を折って埋めるやり方もあった。 これらは死者が生き返らないようにするための呪術的な意味合いを持つ。同様に墓石にも土葬にした死者が生き返って迷い出て来ないようにとの意味が込められていた。埋葬から何年か、後に墓を掘り起こし、骨を骨つに入れたりするところもある。墓地、埋葬等に関する法律においては仮葬も土葬も平等に扱われているが、東京都や大阪府、名古屋市など、 条例、東京の場合は、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則によって塗装を禁じている自治体がある。ただし、感染症の病原体に汚染された、またはその疑いがある場合などは別途制限がある。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法を第30条。なお、条例制定をしていないその他の自治体の大半も、 内気レベル、土葬用墓地として使用する許可を出さない形で禁止しており、土葬の習慣が残っているのは主に、奈良県や和歌山の一部等に限られている。許可を出している、自治体の許可基準としては、地下水などの飲用水に影響しない、住民感情に配慮、永代にわたり管理できる等が定められている。天皇、皇族に関しては、基本的には土葬であり、領、 墓が築かれ埋葬される。しかしながら、皇后を除く皇族は、1953年、昭和28年に皇居した、秩父宮洋人氏親王以降、本人の希望で仮葬される霊が増えている。皇術の理由により、21世紀に入ってから、日本在住のイスラム教徒が土葬を行い、周囲の住民と摩擦を起こしている。日本で、イスラム教徒向けの霊園は、 山梨県甲州市と北海道余市町の2カ所にある。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災においては交通手段や燃料の問題もあって遺体の数に対し火葬場の処理能力が追いつかず、南三陸町では火葬場そのものが被災して養不能になった遺族の許可の元遺体の腐敗が進む前に一時的なものも含めて 土葬を取り行った。また地元の葬儀業者も被災したため、建設業者がトラックで運搬したり、陸上自衛隊が埋葬を担当した。中国においては、儒教の影響が強く、土葬が長く行われてきた。当から仏教の影響で仮葬が行われるようになったが、これを人し、仮奏は一体に対する冒涜とする儒者の意見は根強く、新朝の建立年間には、 かえって仮想が大いに下火になるに至った。歴史学者、宮崎一貞は、論文、中国仮想校、岩波文庫、中国文明論集などに、収録で、歴史の発展が、必ずしも、世界的に合理的な方向にばかり発展するとは、限らないという一例章と表している。なお、その成長が滅んで、中華民国になった後、軍閥により生体校の見さぎが暴かれ、 遺体が損壊される事件が起こっている。中華人民共和国では、公衆衛生及び、用地不足の観点から、徹底的に仮葬が義務付けられている。しかし、伝統的価値観を有する人々、とりわけ富裕層においては、土層に固執するケースが多々あることから、仮葬場にて、当局監視員が一体一体確かに焼いたことを確認することとなった。そこに目をつけた。 黒社会が人をさらって殺害し、富裕層の顧客向けに仮想用の遺体として提供するビジネスが2000年代後半に福建省から関東省にかけて発覚したこともある。アメリカ合衆国においては宗教的理由により仮想より土葬が好まれる傾向が強い。これはキリスト教の最後の審判に際しての死者の復活の恐竜を持つため、 キリスト教会の伝統として仮想に否定的な見解があったことが背景にある。しかし2007年から始まった世界的な不況の影響で費用がかかる土葬よりも仮想が取り行われることが増えたとされる。仮想の否定は必ずしも日本で採用される見解ではない。政党長老協会の神学者ローレン・ベットナーは不死で聖書の仮想の記述。 ヨシュは7時25分 -26、第1サムエル31、10から13が呪われた者に対するものであったと指摘し、仮想に反対しているが、この本を翻訳した日本の福音派の指導者、小山礼二は、ベットナーと異なる見解をとっている。ベットナーは、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ダビデ、ソロモン、 そしてイエス・キリスト自身が土葬にされていることに注意を促し、クリスチャンは土葬するべきだとした。正教会、カトリック教会、正教会、プロテスタントのいずれの教派の信徒も他国では通常土葬されることが多いが、日本においては仮葬されることが一般的である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。